で、ここがこう、この中がドラムになってて。そっち見ていいんですか。あ、どうぞ。あれ、斉藤さんはこの回転の速さと羽の形状でこのドラムに豆がどのぐらい接触するかの計算ができる。へえ。これで最後でこう出したらこうずね吸い込んで回しながら吸い込んで冷やす。これ冷やすけどって冷やす回してますよね。ここは冷却です。あで、ここからこう出る。じゃあ向こうのなんかお尻のとこは何ですかあれ。すごいなこれ。こっちは排気で、あ、排気か。これがサイクロンになって下にこういうチャフとかが溜まる。で向こうはあのシロップファンで強制排気してる。でも結構入れてる人多いですよ。これやっぱりでも全体からすると少ないですね。この大きさはほとんどないんで。大きすぎです、はい、これが12キロで5キロってのは結構多い。あれは前のやつですよね。これ入れるの大変だったでしょ。そこからギリギリねえ、あだけ大変だ。買ってここまで持ってきて入んねえよって。これ重さこれドイツから来たんですか。飛行機ででも 4,500 キロだからそんなに重くない。車は1トンになっちゃう。これ船1キロ1キロ1キロ1万ですね。飛行機で来るんだもんな。いや今来んじゃないのかな。でもこっちがちっちゃく見ますよね。100キロぐらい、うん、そうです。それでお前大きいと思ったのにね。まああれだとすぐですからね。国立とかでもね。え、あっちはどこで、あっちは日本なんですか。日本な。何が差がそんなにあるんですか。ここの差が違う。日本で作れない。日本はね、日本市場向けだけなんで、あの開発力がないんで。これドイツは世界中に売ってるから。でも日本なんかその技術ありそうですけどね。やる気もないの。マーケットは小さいし、ここに入れるのに下になんかコロみたいに入れてるやつ。あ、なんかこう、あ、大きさがしてる違うもんね。すごいな。すごいセンスいいですよね、iPod だから。あ、これ Facebook 載ってましたね。ねえ、あ、私も乗るね。なんか本当ね、なんかコーヒーの匂いがすごい。これで周りの音が一番わかりやすい。あ、ごめんなさい。普通のお客さんはこれだけでびっくりしちゃいますよね。ちょっと見上げて、見るっちゃう。あ、どうぞ。